カーソン・フランクリン・ケリーは、アメリカ合衆国入りのイシュ州シカゴ出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。2012年の MLB ドラフト2巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。当時のポジションは三塁手だった。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソン・シティ・カージナルスで、プロデビュー。 56試合に出場して打率、225、9本打二25打点を記録した。2013年は、A-9 ステートカレッジ、スパイクスと A 級ピオリアチーフスでプレーし、2球団合計で113試合に出場して打率、257、6本打四45打点、1盗塁を記録した。2014年より、保守に転向。 この年は A 級ピオリアでプレーし98試合に出場して打率2486本塁打49打点1盗塁を記録した2015年は A 級パームビーチカージナルスでプレーし108試合に出場して打率2198本塁打51打点を記録した2016年の開幕は AQ スプリングフィールドカージナルスで迎え、シーズン途中には、テキサスリーグのオールスターとオールスターフューチャーズゲームのメンバーに選出された。7月11日には、トリプル AQ メンフィスレッドバーズへ昇格した。9月4日にメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りすると、翌5日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。この試合でメジャー初安打となる二塁打を放った。 この年メジャーでは10試合に出場して打率、154、1打点の成績を残した。2018年12月5日に、ボールゴールドシュミットとのトレードで、ルーク・ウィーバー、アンディ・ヤングと共にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2021年5月15日に、左足親指の破裂骨折で10日間の故障者リスト入りとなった、強権保守。 ドラフト時は三類種だったが、守備の評価が非常に高い。一方、打撃はマイナー通算オプス672と課題が残る。ありがとうございます。